少しそのね、傲慢な態度とか、そういう発言に気をつけなさいよっていうね、そういうことをお母さんからメッセージとして送られてきてるのかなっていう。皆さんこんにちは、サラです。ちょっとね、2日3日ほど休んでました。 なんかその間やっちゃいましたね、メンタリスト DAIGO さん。私ね、メンタリスト DAIGO さん、もともともう好きというか、まあ、息子のようなね気持ちで見てたんでね。まあ、メンタリスト DAIGO さんのご兄弟、4人兄弟でね、男の子ばっかりで、お母さんはもう亡くなられてるんですね、50前半かな。で、四男の松丸亮吾さんが今ね、大吾さんの弟さんですけど、謎解きですごく有名でね。で、その子が大学入る前かな、入ってからかな、お母さん亡くなられたんですよね。で、お母さんがノートに書かれてた、まあ、遺書じゃないんだけど、そういうのを見てて、まあ、亮吾さんのことを心配してるようなね、ことを書いてたことでね、まあ、松丸亮吾さんはすごく頑張って東大に入られたと。で、実を言うとね、私も上から4番目まで男の子がいてて、で、一番下に女の子がいて、5人子供がいるんですけどね。やっぱりこう男の子をね、4人続けて育てることってすごく大変だと思うんですよ。で、まあ、その DAIGO さんのね、お母さんがその4人の男の子たちを残して、まあね、結婚もまだしてないと思うんですけど、早くにね、亡くなられた時ってどんな思いだったのかなとかね、考えると、まあ、私もちょっとね、胸が締め付けられたことがあるんですね。で、まあ、そのお母さんの代わりじゃないけど、なんかこう DAIGO さんのご兄弟を見守りたいなってね、こんなね、こんなことする私には資格も何もないんだけど、ただね、頑張って生きてほしいなっていう気持ちでね、YouTube 見たり、まあ、テレビでね、応援したりしてたんですけど、今回のね、DAIGO さんの発言はね、まあ、実際私もその報道があった後、切り抜きでね、YouTube 見ましたけど、ちょっとね、ひどかったかなって思いますね。なんか若くしてね、たくさん、まあ何億でね、お金を稼げるようになると、やっぱりどうしても納める税金も多くなって、で、その税金の使われ道っていうことをすごく敏感にね、感じてたんだろうなとは思うんですね。だけど、まあ、生活保護とかそういうね、路上生活の方たちでね、いろんな経緯があると思うんですよ。本当に苦しくって生活保護を受けてる方で、逆にね、もうどんなことがあっても生活保護だけは受けたくないってね、もう頑張って頑張って頑張ってっていう人ももちろんいらっしゃるし、なんかそのね、生活保護とか路上生活の人を一括りにね、したその発言っていうのは、やっぱりね、差別的な言葉になってたと思うし、まあ私はね、今こうやってね、占いしてますけど、21か22かぐらいからね、まあ、日雇い労働者のね、派遣業の仕事をしてたんですよ。で、日雇い労働者の人ってその日暮らしなんでね、お金もなくって、で、寮に住み込みで働くとかね、そういうことをしてて、
で、まあ、一応ねその来られた人に、まあ、明日じゃあ仕事行ってねってそう言うんですけど、とその時に、まあ、全くお金を持ってないわけですよね。でお金を持ってないから、まあ、寮に泊めて、まあね、ラーメン作ってあげたり白いご飯ねとラーメンでとりあえず夜はこれで過ごして、明日は朝から仕事行ってきたら明日の分のお給料はね日給は払うからっていうね、そういうことをしてたんですね。まあそれでもね次の日の朝、まあね、夜にそのラーメン作ったりご飯出したりして泊まらせて、朝起きたらもう逃げ出してたとかね、そういうことを何回も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 こう経験してきて、まあ、結構その日雇い労働とか、まあ、ホームレスに近いようなね人と接してきてるんですよね。だけどその人、うん、その人たちに、あでもあそっか、まあ、生活ね生活保護とその日雇い労働者の人は、まあ、別なのかな、別だよね、別だね。まあなんかふっとそのね今回の DAIGO さんの発言を聞いてて、まあ、私自身が昔ねそういう仕事をしてたことを思い出して、その中でもね日雇い労働者の中でもね、そのさっき言ったみたいにね一宿一飯の恩義っていうのをね全くもう無視してね逃げ出す人もいれば、本当にそのずっとね忘れずに頑張って働きに出た人もねいたし、本当いろんなその人がいる中でやっぱりね一括りにはできないと思うし、まあね私もその当時はね若かったからいろんな思いがあったけど、まあ、今ね振り返って思えばねやっぱりね人それぞれその事情っていうのがあるしね、税金を納める義務で、その税金がどう使われるかっていうのはやっぱりその国民を守るためっていうのがあると思うのでね、まあ DAIGO さんがね猫にね猫、まあ自分のね猫にお金を使ってあげたいとかね、自分にとっての得は猫の方が得があるとかね、まあ本当なんかね、まあ、今回のその発言を聞いてて、まあ、これだけねバッシング受けるっていうのは、私はもうある意味ねその DAIGO さんのお母さんからの警告なのかなとかって思ったりするんですよ。まあうちも男の子4人いてて、長男ってねやっぱり長男なんですよね。しっかりしなくちゃいけないとか辛辣になったりすることもあって、でハキハキものを言ってね、でもねすごく根は優しくって、メンタルも弱くってっていうね、まあ本当 DAIGO さんも私から見てるともう本当にねメンタリスト DAIGO っていうね名前あるけど、メンタルすんごい弱い人やと思うんですよね。ただね最近のね YouTube を、彼の YouTube を見てるとやっぱりちょっとねおごりがあるようなね雰囲気が出てたので、きっとね亡くなったお母さんはそういう姿を望んでなかったんじゃないかなとは思うんですね。だから、まあ、今回のこの一連のね出来事に関してはやっぱり私がね彼のお母さんだったら警告してると思うし怒ってると思うし、やっぱりお母さんが天国からね警告してたんだろうなって思いますね。まあ今後ね YouTube の配信していくのかどうかは分からないけど、こうトーンがね低くなっていくんじゃないかなとは思いますね。まあねこの人自身がね小学校の時にね
小学校1年生から中学までねずっといじめられてたっていう経緯があって、その時にお母さんのことを悪く言われた時に、なんかこう蛇、模型の蛇を投げたら相手がびっくりして、その反応が一変したことで、なんかあの自分の行動で世界は変えられるんだという考えになったってね、まあ言ってるんですね。だから多分ああいうこう早口で話して、もう圧倒的に有無を言わさず、こうなんか圧倒的なねその語り口調っていうのは、うん、そう自分がやっぱりね優位に立ちたいっていう気持ちの表れかなと思うんですよね。だからまあ彼もまだ33かな4かなだけど、やっぱりねあのもっともっと年を重ねていった時にね、こう自分のその虚勢っていうかね、そういうものっていうのがねこう分かってくるんじゃないかなとは思うんですけどね。本当にちょっとね今回のことはとても反省してると思うし、でただこれでねあの本当に才能のある青年のね目を摘んでほしくはないなと思うので、なんかあまりねあのここでねちょっとね終わってあげてほしいなっていう気はするんですね。まあね、そのメンタリスト DAIGO さん、サソリ座で誕生数が3、私の次男と四男が11月20日生まれでね、サソリ座なんですね。で、DAIGO さんが11月22日生まれのサソリ座。で、そのね、サソリ座を見てるとね、決してね、あのメンタルが強いとは思えない。まあ、ただ、とことん、こう、こだわって、粘り強く物事をこなしていく部分はあるのかなとは思いますね。物事の深い領域へ、まあ、到達したいっていう願望が強い人がサソリ座かなと思いますね。で、誕生数が3、まあ、誕生数が3っていうのは表現者、人気者、創造的、独自性っていうねキーワードがある。まあこういう人は、まあ、3はね器用な人なのかなと思いますね。コミュニケーション能力も高くって、今までになかった価値観を人々に示していくっていうね、そういう人が3かなと思いますね。で、基本的誕生数3の人っていうのはもう頭いいですよね。知性があって、趣味多趣味でいろんなことを知ろうとする、まあ、この人の場合はね、何なんだろうね、あの東大を受けて、で一浪して、で2回目の東大受験の時にセンター試験でダメだったのかな。でその時にお母さんが滑り止めで密かに慶応と早稲田に願書を出してくれてたっていうことでね、結局は慶応に入ったのかな。で東大に入れなかったことでコンプレックスを抱いてたんだけど、まあ、そのコンプレックスに打ち勝つために大学時代に何かを成し遂げなければならないと強い使命感のようなものを感じ、メンタリストになるきっかけを得た。その結果明らかに変わって、東大に落ちて本当に良かったとね、まあ、公言してるっていう。で四男、弟さんの亮吾さんが東大に受かった時に、まあ、あの東大合格おめでとう、お前が勝ってるのは学歴だけだからなみたいなねメッセージを送ったっていうね。なんかね、あのまあこれも全然ね、あの嫌味でも何でもないと思うんだけど、兄弟だからこそ分かり合える部分かなとは思うんですけどね。だけどやっぱりね、あの長男っていうのはやっぱりなんかこうしっかりしなくちゃいけないとか、弟から頼られる存在でなければいけないとか、なんかやっぱりね強い使命感っていうのを持ってると思うんですよね。
だからまあこの人のね、内面的な星座は獅子座なんですけど、やっぱりそのいじめられてた時になんかお母さんの悪口を言われてカッとなって自分の態度でみんなが変わるんだっていうね、自分の行動一つでね世界は変えられると考えるようになったっていうのは、もう本当その獅子座的なね、情熱とか、まあさそり座の粘り強さと獅子座の情熱みたいなね、そういうものを持ち続けて、成功してやるってね、すごい使命を持って自分のね、まあ、使命というか目標にして生きてきたんだろうなとは思いますね。でも私ね、本当この人をね初めてテレビで見た時からこの人絶対メンタル弱いだろうなっていうふうには思ってたんですよ。メンタリスト DAIGO っていうね名前だけど、あ、メンタルは弱いだろうなってずっと思いながら、なんか本当にそこをね隠してね頑張ってるんだろうなっていうふうに思ってたんでね、今回はかなりね落ち込んでると思うんですよ。もうねテレビもね全然出てないですよね。なんかテレビでね自分が表現したいこととかそういうことを全然こう表現させてもらえるの全部編集でカットされてて、なんかだからもうテレビでは自分の自立してしっかりと働いてるし、出たりね、メンタリスト DAIGO として活躍し始めたことが好転していったことのね運命が変わっていったっていうことにつながってるんだろうなと思いますね。まあ、ただこれ現在がねとてもね後悔してるカードになるんですね。まあ吊るしの逆位置で、まあね後悔して八方塞がりな状況なんだけど、まあ審判の正位置がここにあるってことは家族の助けとかね、またこれはね私、まあ、勝手なね想像でお母さんがねそういうふうに、まあ、この状況に持っていったのはお母さんなのかなっていうふうなね気もしますね。まあ、だってこのまんま DAIGO さんがあのまんまで配信続けていってても決して良くはなかったと思うのね。だからまあちょっと本人には辛いかもしれないけど、まあ、そういう、まあ、こういう機会を与えたっていうのかな、少しそのね傲慢な態度とかそういう発言に気をつけなさいよっていうね、そういうことをお母さんからメッセージとして送られてきてるのかなっていう、そんな気がしますね。まあここで DAIGO さんは今ね本当にもうどうしようかなってすごく落ち込んでると思うんだけど、この未来カードにねなんとかこの難局を切り開いていくカード、そして大きく自分がもう変わっていこうとする、努力して変わっていこうとするカードが出てます。だから、まあ、今回のことで本当に本人は心から反省していろんなねこと、知識不足だったとか知らなかったっていうね、まあ彼は頭のいい人だから、知らなかったことを知ることによってきっちりね謝罪もできるし、改めてね考え方も改められると思います。だからまあこの難局を切り開いていくために、その自分がどんどん変わっていく、変わっていって、でもう必要以上にいろんな人に話を聞いたり、さらに研究を続けていくことによってまた大きく進化していくんじゃないかなっていう、そういうカードの展開になってます。まあ結局そのね YouTube が止められるんじゃないかとか、まあいろんなねことも言われてますけど、才能のねある人なんでね、まあ今回のことで後悔もして八方塞がりで辛いかもしれないけど、本当にその家族の愛とかお母さんの愛、またそのことによって自分の知識不足もしっかりと受け入れて変わっていこうとする姿
がね、まあ、このカードからはとても感じられるので、もう本当に最初にも言ったんですけど、今回のことでね、あの才能のある人のね、なんか潰さないでほしいなって思うし、まあ、今回のことでしっかりと、まあ、自分をね反省してね、まあ、さらに精進して、まあ、成功してね、若い人のね、あの模範となってもらいたいなって思いますね。まあ、このカードの展開から見るとまた新たにね成功していくっていうカードになってるので、まあ、しばらくねちょっと辛い状態とか、どんどんこう周りの人に助けてもらうようなね状況は続くかもしれないけど、また活躍していくんじゃないかなっていう、そういう気がしますね。まあね、なんかちょっとね、私はもう母親のような気持ちで、大悟さんが息子のように思えて、なんか潰れてほしくないなって思うので、今後もね見守っていきたいなと思います。ということで今日は、メンタリスト大悟さんの現状と今後をタロットで占ってみました。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、またリクエストなどありましたらお寄せください。